今日、この太鼓節の第2週に、書いたばっかりで、まだ、ね、この歩みを、一緒に歩みます。第一、その朗読のね、第一の中で、イザイヤはね、その有名な賛歌もあるけど、ね、帰る道、テシュワ、改心の道、テシュワ、改心、ね、ヘブライ語で、帰るという意味ですね。その帰る道は聖なる道と呼ばれる。でも、この聖なる道は、ああ、もう仕方がないな、もうこういう道を取らんといかんとか、などではない。喜び溢れ。もう考えられない喜びを感じながら、経験しながら、歌いながら、それを示しながら、互いに喜びながら帰ると。世界心の道。これは太鼓節。太鼓節は何ですか？昨日ね、ちょっとこの福音の、をちょっと深めると、やっぱり、喜び、太鼓節は、降誕節の喜びまで私たちを導くね。神がこの世に来られるということ。私たちを喜ばす。どうして？神の喜びは、人間的な喜びと違う。今日はキリストがこの、質問を私たちにします。します。私たちがみんな、山に、つまり守れない、守られないと、そのままに、その90匹を残さない。これ考えられないでしょ？1億円と1万円、1億円を もらったら、あ、けど、ごめん、ちょっと待って、待って、この1億円をここに置くも、ちょっと、私がその、忘れた1万円を探しに行くということは誰もしないでしょ？ 1 億円があるから。神が違う。私たちが多くて、聖子、その聖子、私が言ったことはみんな聞いてくれる。私の存在をみんな尊敬する。私を愛し、私がやること、まあ、少なくとも人々が認めるということ。これは私たちの喜びでしょ。その結果、その成功。神が違う。神があなたと私を探し、見つけるのが神の喜び。神の喜びは神の御旨と一緒です。この心が、私たちは太鼓節の間に経験することができます。私一つのイメージね、考えた。想像した。太鼓節は何ですか？迷っている私とあなたがね、落ちてしまったその穴に、何もできない。出ることはできない。例えばその裁きから、なかなか出られない。兄弟への裁きも、毎日、私を十字架に貼り付ける。もう、この人を見るだけで裁く。あるいは、ある文句。お金の不安。健康の高騰。など、いろいろ。自分の性格好きじゃない。自分がもっと楽な人になればいいんじゃない。もっと、まっすぐ、なんていう、きちんとする人であればいいんじゃないかな。いつもフラフラ、いつも人間関係難しい。などなど。そちらを出られない。その、孤独、その、投資の高騰。子供の心配は、まあ、出られない。で、教会は、この太鼓節の間には、祈りを通して、この祈りを通して、奇跡を通して、天雷を通して、復帰を通して、私たちに一つのことを言います。宣言します。ほら、すべてを吸うて、神の、その、なんか、その、価値さえも忘れ、あなたを探しに来る、良い牧者が来ています。音聞いているその足音、聞こえるんですか？教会は私たちを目覚める。叫んで、いや、私がもう、べーべーべー、本当にちっちゃな声だけ、出して。船がなんか、海の中に、なんか事故があって、なかなかね、その流れだけに動くと、ね、何もできない、ラジオも、ラーダーも全部終わって、飛行機が来ると、何ですかね、信号と、太鼓節のタイトル。ロケット。教会は、ほら、飛行機が、あなたを助けに来る飛行機が来てますよ。あなたをそのまま愛している。あなたを軽蔑しない。すべての他の90匹、すべての彼の富を忘れ。あなただけ、あなたが神に繋がらないと、神は神でもないぐらい。人間をつぶった時には、すべての人々が彼の胸に入らないと、神が不完全な神と言いましょうか。まあ、異端的かもわからないけど、わかる。あなたなしに神が喜ばれない。こういう経験があると、少しずつ、
私たちにも同じ心が作られる。この人が、この兄弟が私の胸にいないと私が喜ばれない。息子、娘、主人そのまま受け入れないと私がそのまま喜ばれない。だから、最古説はこれです。キリストが羊となった。羊を救うためには羊となった。神が迷った羊を探し、背負うためには一番小さな最後のものとなった。一番最後のものさえも、一番大きな罪人さえも失わないために神が罪となった。馬小屋にいた時にはこれを見る。この福音の実行。この福音が、その、今日の福音は、その、馬小屋では実現されます。あの馬小屋は、私の今日、あなたの今日、私自身です、あなた自身です。だから今、ちっちゃな声でも、弱い声でも、うめく。第二詩篇と同じように、何もできない。ただ、主よ、私ここにおるよ。私ここにおるよ。で、キリストが抱きしめ、群れに戻させます。これは会心の道、喜びの道。